はい、どうもタイです、FF 鈴木カップ、試合会場ビシャンスタジアムにお届けしております。こちらの会場では A グループの、ミャンマー対フィリピンが行われました。スコアは、2対3でフィリピンの勝利、これをもちましてフィリピンは2勝でグループ3位、ミャンマーはですね1勝でグループ4位で FF 鈴木カップ2020を終えました。そして同じ時間帯、他会場ナショナルスタジアムで行われたタイとシンガポールですが、どうやらタイが勝利したようです。もともと A グループはタイとシンガポールが決勝進出を決めているので、まあ、実質の消化試合だったんですけれども、このような結果となりましたと。このミャンマーフィリピンの試合の方なんですけれども、積極的に攻めたミャンマーがちょっと前がかりになったのか、少しバランスが崩れてですね、どっと構えて、自分たちのサッカーをしていたフィリピンが 3-0 で3-0まで一気に引き離したと。でミャンマー後半になって2点まで、点を取り返したんですが、残念ながら追いつくことができず、試合終了となりましたと。はい、ということで、もうあのセキュリティの方からもですね、試合会場離れてくれということを言われまして、以上ビシャンスタジアムになりますが、まだ予選はグループ B、 明日最終戦があります。こちらのアップデートをお楽しみにしてください。ありがとうございました。